こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画のテーマなんですが、服はどこで買えばいいのかということでお話をしていきたいと思います。世の中にはですね、本当にたくさんのお店があるので、どこで買えばいいのかわからないって方は本当に多いのかなと思っています。その結果、いつもと同じお店でばっかり買う方が多いんですね。もしくは学生時代から買うお店が変わらないという男性はめちゃくちゃ多いんですね。これはですね、一つ問題で、やはり僕たちも年齢を重ねていきますから、20代、10代の時に似合っていたお洋服のテイストと今で似合うものってやっぱり違うんですよね。ですので、年齢に合わせてどこで買い物をするのかも少し見直した方が良いのかなと思っています。ただいっぱいお店はあるけど、どういうお店で買えばいいのかってなかなか教えてくれる人もいないので、今日はですね、皆さんに、ざっくりとですが、どういったお店を推奨するのかについてお話をしてみたいと思います。お店といってもですね、結構ピラミッド、こういう形のピラミッドになっていて、上から下までさまざまな価格帯のお店があるんですね。トップの方といえば、名前で言えばルイ・ヴィトンだとかグッチだとか、あとはセリーヌだとか、そういったようなラグジュアリーブランドがあったりするんですね。下だとユニクロ、GU、しまむらですとか、結構量販店があったりするんですね。ピラミッドがあって、本当にいろんな価格帯があるんですが、その中で僕たち30代、40代の男性が買い物をすべきお店、買い物しやすいお店っていうのは僕は限られていると思っていて、置いてあるお洋服がある程度デザインがベーシックで失敗しないもの、あんまりこうトレンドに寄りすぎてしまうと、それは10代20代だと着こなせるんですけど、僕ら世代だとなかなかそれが難しかったりするんですね。ある程度デザインがベーシックで、そんなに奇抜じゃない、でも質が良くて使い勝手がいい、そういうお洋服がどこに置いてあるのかっていうことを考えると、一つテーマになるのがセレクトショップというジャンルになります。皆さんもセレクトショップという言葉、一度は聞いたことがあると思うんですよね。例えばですね、ビームスだとかユナイテッドアローズ、あとはシップス、このあたりが代表的なので、皆さんも一度は見たことがあると思いますし、実際にお店にも足を運んだことがあるのかなと思います。じゃあこのセレクトショップはどういうものなのかと言いますと、もともとは世界中のいろんな国のブランドですね、優れたものを一つのお店の中に集めてセレクトして並べてあるお店のことをセレクトショップと言ったわけなんですね。そういったお店は、こういった大手のセレクトショップだけではなくて、いろんな地方都市に結構一つのお店にいろんなブランドが入ってるお店ってあったりするんですね。有名なセレクトショップたくさんあるんですが、いわゆる大手のセレクトショップというのは、そういった海外のブランドとか国内のブランドもそうなんですけど、一つにまとめたお店プラスアルファ、ユナイテッドアローズだったら自社のオリジナルの商品っていうものを作ってることが多いんですね。ですので、ユナイテッドアローズの店内の中にはいろんな違うブランドもありますが、ユナイテッドアローズと書いてあるブランドが結構全体の半分ぐらいを占めていたりするんですね。ですので、大手のセレクトショップというのはセレクトショップという業態なんですが、自分のところのオリジナルの商品を作っているという側面の方が最近は強くなっているのかなと思っています。一方で、地方のセレクトショップはオリジナルではなくて完全に仕入れだけで構成されていることが多いので、純粋なセレクトショップというのは意外と大手には少ないのかなというふうに思っています。それが良し悪しではないんですけどね。で、僕がお勧めするのはやはり大手のセレクトショップなんですよ。これはなぜかというと、いろんなブランドをセレクトしてあると素晴らしい商品が揃うんですが、一個ずつの割と個性が強くなってコーディネートとしてはしにくかったりするんですね。それよりも割とこうセレクトショップのオリジナル商品の方がベーシックなものが多かったりするので、僕たち30代40代には結構使いやすかったりします。ですので、皆さんにお勧めしたいのは大手のセレクトショップのオリジナルの商品なのかなというふうに思っています。ここからは、一個ずつのセレクトショップにどのような特徴があるのかっていうところをざっくりと、本当にざっくりと解説したいんですが、大手のセレクトショップというのは、まずユナイテッドアローズ、ビームス、あとはシップス、エディフィス、ナノユニバース、トゥモローランド、こんなところが、ざっくりとイメージが湧くのかなと思っています。もうちょっと高い価格帯だとバーニーズニューヨークだとかエストネーションも一応セレクトショップというジャンルに含まれるかなと思っています。この中で特に使いやすいものはどれなのかと言いますと、僕はユナイテッドアローズなのかなと思っています。
まあ、この中でも規模が大きいですよね。一部上場している会社なので規模が大きいのと、デザインがベーシックなものが多いので比較的使いやすいです。ただユナイテッドアローズといっても結構細分化していて、本当にアルファベットでユナイテッドアローズと書かれているブランドもあれば、グリーンレーベルリラクシングというブランドもあったり、あとはビューティー&ユースというブランドがあったりするんですね。まあ、大きく分けるとこの3つがあるんですけども、特に30代40代の僕ら世代であればユナイテッドアローズが一番オーソドックスで使いやすいかなと思っています。ただその分ちょっと単価も高いんですね。シャツ1枚で12,000〜13,000円とか、ニットでも15,000円くらいするので、ちょっと価格帯としてはハードルが高いかなと感じる方も多いかなと思います。そういった点でセレクトショップの第一歩として使いやすいのがグリーンレーベルリラクシングですね。ここは割と価格帯も抑えめなんですね。ですので僕なんかは大学を卒業して社会人1年目2年目ぐらいにグリーンレーベルをよく使っていました。スーツスタイルも揃いますし、ジャケパンスタイルも揃う、あとカジュアルも充実しているので、結構いろんなスタイルがグリーンレーベルだけで買い揃えやすいのかなと思っています。癖があるものというよりは割とオーソドックスなものが多いので、ユニクロですとか GU である程度買い物をし慣れて、その一歩を得てどこなのかなって考えた時に、グリーンレーベルというのは癖が少ないので非常に使いやすいかなと思っています。ビジネス用のシューズなんかもオリジナルのものだと2万円ぐらいで買えますし、結構ですね、業界の中では評判がいいジャランスリバヤというブランドがあったりするんですけど、そこはコスパのいい革靴ですね。この作りでこの値段は安いんだよなっていうのが結構並んでたりするので、少しだけお洋服に投資をしたいなと思った時にはグリーンレーベルが使いやすいかなと思っています。でグリーンレベルに慣れてきて、その上に何があるのかっていうと、先ほどお伝えしたユナイテッドアローズの、まあ、本体の方かなと思っています。でビューティー&ユースに関しては、まあ、名前の通りちょっとトレンドによったアイテムが多いんですね。ですので、まあ、おしゃれにちょっとこうどんどん興味を持ってきて人との違いを出したいっていう時にはビューティー&ユースを選ぶといいかなと思っています。僕も個人的には3つのレーベルの中でビューティー&ユースで買い物をすることが割と多いです。特に私服のベーシックなものに関してはビューティー&ユースのものが気に入っていて、ニットもちょっとゆったりめのサイズ感のものですとか、ダウンのオリジナルのものも非常にこう質が良くてデザインも整っているものが多かったりするので、ビューティー&ユースが気に入っていたりしますね。で僕自身がお客様にファッションを提案するときはこの3つの中ではやはりユナイテッドアローズをおすすめすることが多いですね。ベーシックで質のいいものが多いので、どんな時でも比較的安定して良いものが揃いやすいので、そういった意味ではユナイテッドアローズが使いやすいのかなというふうに思っています。他にもセレクトショップあるんですが、もう一つ取り上げるとしたら僕はエディフィスがかなりおすすめかなと思っています。セレクトショップの中でも割と価格帯は抑えめです。そしてトレンドもあまり強く入れすぎていないので使いやすいアイテムが多いですね。オリジナルのジャケットですとかニットですとか、結構全体を含めてアイテムが揃いやすいですね。スーツ系も非常にいいです。ただちょっと細身ではあるので体型は選んでしまうかなと思うんですが、エディフィスというのは今の空気感をしっかりと捉えながら価格帯も抑えめで非常にこうコーディネートしやすいものが多かったりするので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいお店の一つかなと思っています。僕もスタイリングの際にはユナイテッドアローズとエディフィス、この2つを使うことが非常に多いですね。ユナイテッドアローズの本体よりもエディフィスの方がやや価格帯が安いので、その点は使い勝手が良いのかなと思っています。あとはビームスっていうものもやっぱり皆さんもご存知だと思うんですね。でビームスというと僕ら世代からするとなんか学生の頃行ったなっていうお店だと思うんですが、まあ、確かにビームスにはそのイメージがあると思いますし、本体のビームスはやはり若い方がお客さんとしては多いです。僕たち30代40代の男性にとって使ってもらいたいのはビームス F ですとかビームスハウスと呼ばれるようなスーツですとかジャケパン周りを得意としているお店なんですね。割とスーツ関係のアイテムってビームスがめちゃくちゃ強いんですね。特にセレクトショップの中でもスーツ系力入れてるのは僕はビームスだと思いますね。ディレクターの中村さんですとか、まあ、世界的にもうファッショニスタとして有名な西口さんですとか、結構ですねビームスのスーツ関連の方にはもう結構世界的に有名な方とか国内でも知名度が高い方がたくさんいたりするので、スーツですとかビジカジを揃えるのであればビームスをチェックするというところもぜひ頭の片隅に置いていただけたらなと思っています。僕が個人的に気に入っているの
のは丸の内のビームスハウスですね。ここはもう本当にさまざまなブランドが並んでいて、まあ、イタリア系のスーツですとかビームスのオリジナルのスーツも結構良かったりするので、ちょっとこう価格帯上げていいものを買いたいなという場合にはビームスを覗いてみると良いかなと思っています。まあ、こんな具合に結構セレクトショップいろいろあるんですが、それぞれ個性があって僕は買い物するのもとても好きなんですね。まあ、バーニーズだとかエストネーションに関してもお話をしたいんですが、ちょっと価格帯が上がるのと、あまり店舗数が多くないので今回は割愛しますが、僕たち大人の男性というのは百貨店だとかいろんなブランドショップってありますが、そういった選択肢もいいですが、セレクトショップで買い物をするというのが一つバランスが取れていて買い物がしやすいかなというふうに思っています。価格帯もそんな高くないですし、デザインもオーソドックスです。あとは店員さんのセンスもいいのと知識も豊富なので、しっかりと質問した時に安心できるような回答が返ってくるというところでも非常に信頼ができるかなと思っています。ですので皆さんがお買い物に迷った時、ユニクロや GU 無印良品っていう割と手軽な価格帯のお店から一歩上、もう少しグレード上げる時にはセレクトショップというところを頭の片隅に置いて回ってみると良いのかなと思っています。という形で今回はセレクトショップについてざっくりと解説をしていました。今後ですね、もうちょっと深掘りをして一つずつのセレクトショップについて解説をしたいなと思っていますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。